はい、それではですね、実際にページを作りながら学んでいきたいと思うんですけれども、ミューズを起動するとスタートアップスクリーンが出てくると。でここでサイトを新規サイトを作れるということなんですけども、ファイルメニューの新規サイトもしくはサイトを開く、ファイルメニューからでもできるし、スタートアップスクリーンからもできるということを学んだと思いますけれども、じゃあまずですね、サイトをクリックしてページを作っていきます。ページ設定のパネルが出てきますけども、そのままデフォルトのまま OK で、プランの画面ですね。でまずですね、保存をしておきたいと思いますので、ファイルメニューの初めて保存しますから、サイトを保存で、デスクトップにですね保存したいと思うんですけども、マイサイト半角英数字です。マイサイト -2016年5月3日とかってしときましょうか。日付を入れたということです。名前の後に -日付、これでですね、で拡張子が .muse というの必ずつきます。これが別に名前のところになくても保存すると自動的に拡張子 .muse がつきます。じゃあですね、デスクトップに保存します。 mysite-2016-0503 という名前にしました。これで保存をします。で保存が終わりました。でタブのところが保存した名前に変わっていると思います。それじゃあですね、ちょっとデスクトップ見てみますと、保存されてますね。でこれがですね、 Muse の場合は HTML とか CSS で保存されないんです。あのサーバーに送るときに、この Muse のファイルからそのウェブページの HTML とか CSS っていうのがここからこう書き出されていくんですね。最初はないんです。この中にも含まれてますから。ですからこのファイルが壊れてしまったり間違って削除してしまうと、もう一回ゼロから作らないといけないですね。あのサーバーに HTML と CSS のファイルがあっても、そこから Muse のファイルに戻せませんので、 HTML を書き出してもですね、その書き出した HTML から Muse ファイルに戻せないんですね。つまりこれがなくなったらもう一からやり直しになります。非常に重要なファイルなので、これですね、あのフォルダを作っておいて、まあバックアップという例えば名前をつけておいてですね、そしてここにですね、コピーしておくと。で例えば次の日4日、次の日作業すると4日っていう、その日の日付の名前に変わります。これをコピーしておくと、というように、もう慎重すぎるほど慎重な方がいいと思うんですけれども、1日ですね作業したらば、ファイルで保存し、別名で保存してバックアップしていくと、何かあった場合にすぐその前に戻れる、こういう状態にしておいた方がいいと思います。まあめったにファイル壊れること、例えば数千ページとかね、ミューズはあの大量のページをのサイトには適してませんから、大規模なサイトはドリームイーバーとか使った方がいいんですね。ですからそういうむちゃくちゃなことをやったりすると壊れたりするかもしれませんけれども、まあ万が一ということですね。例えば作業中に電源バッテリーが切れちゃったとかですね、あの強制的にパソコンの電源落ちたとかでファイル壊れちゃったって言ったら、もう一から全部作り直しなので、そうなってた場合にすぐに救済できるようにバックアップしておくと。もう一回繰り返しますけれども、 Muse はこのファイルが全てです。ここから HTML、CSS が書き出されます。でも書き出した HTML から戻せません。ここをちょっと覚えておいてほしいと思います。ということで日付がついてるんですね。それではですね、ちょっとページを追加していきたいと思うんですけども、サムネイルにマウスを重ねて左右にプラスのアイコンが出てきますね。
右側のプラスをクリックします。新しいページができましたんで、名前をですね、ここはダブルクリックすると変更できます。新着情報という名前にしました。ちょっと大きくしましょうか。このサイズのところ、スライダーをですね、動かすと、サムネイルの大きさを変えられます。じゃあもう1ページですね、作ります。プラスアイコンをクリックして、お問い合わせと、ホーム新着情報お問い合わせという3つのページが今あります。ちょっと小さくして、ここで今同じ階層に3ページ並んでるんですけれども、例えばホームの下にこうやって置くこともできます。トップページの下の階層に詳細ページがあるというような構造ですね。まあ3ページしかないので、ちょっと元に戻しておきましょう。ドラッグをしてですね、サムネイルに重ねる。そして、左右にずらす、下にずらすと、このオレンジのこのハイライトが出たところでマウスボタンを離すと移動するということですね。ここでどういうサイトにするかを決めるということなわけです。で、マスターはですね、今 A マスターが全部適用されてますけど、マスターには何も入ってないので、これもこのままにしておきます。それではホームをダブルクリックします。これがホームの画面ですね、ページですね。で、プランに戻って、この今タブを切り替えてるんですね。で、新着情報、これもダブルクリックして開きます。で、プランに戻ります。で、お問い合わせのページ、ダブルクリックして開きます。今、ホーム、新着情報、お問い合わせの3ページがですね、同時にこう重なった状態ですね、開いてるわけです。で、プランですね。ですからこのタブをクリックしてこう切り替えるということになりますけれども、まあ、注意してほしいのはこのクローズボックスですね、クリックすると閉じてしまいます。まあ、もう一回ダブルクリックして開けばいいんですけども、タブをクリックするときにこのバッテンのアイコンですね、これは閉じるアイコンですから、これ注意していただいて、で、同時にですね、2つなり、もしくはこの全ページを同時に見たいと、一覧したいなんていうことが作業中に出てくると思うんですけども、そういう場合は、ウィンドウメニューのアレンジの並べて表示、選びます。プランとホーム、それから新着情報、お問い合わせ、全部のページがですね、今、一覧表示されてますよね。で、ここで、このタブをですね、ドラッグすると、例えばこの今、ホームが、こう左下に来てるんですけれども、ドラッグして、この上の部分、こう青いラインが出ますよね。ここで離す。そうするとこれ3分割になりますよね。3ページ、ホームと、実はホームとプランが一緒になってるわけですね。ワークスペースの学習をしたと思いますけども、その時にこのパネルグループの操作っていうのをやりましたね。同じなんですね。今、プランの画面とホームのページの画面がグループになった状態ですね。そして、新着情報のページとお問い合わせがそれぞれ出てるということで、で、ここのですね、ズームコントロールっていうのがここにあります。まあ、メニューからこうやって選んでもいいんですけれども、直接数値入力して、例えば 65% 縮小表示とかですね、ここで数値を入れて、このズーム、要するに拡大縮小率を決めることができます。ページの表示ですね、に関するズームの設定です。ですから、新着情報を、まあ、例えば50、お問い合わせも 50% 表示と。まあ、これで全部のページが、の全体が、まあ、何もまだ入ってませんけれども、置かれている状態ですね。そして、
まあ、これで今こう比較ができるんですけども、ですから大きいディスプレイだとこうやって複数のページを同時に表示しておいた方がこう比較しながら編集することができるということですけれども、例えばですね、じゃあツールパネルのこの長方形、長方形ツールというのをクリックします。そしてドラッグして、まあ、適当な大きさにしましょう。そして念のためにこの選択ツールにちょっと切り替えておいて、選択ツールに切り替える、選択ツールというのはこう動かす、今選択された状態のオブジェクトをこう動かすためのまさに選択ツールそのものですけれども、で塗りのですねところをクリックして、ここですね、例えば青を選びます。そしてこれをこんなふうにドラッグすると持っていけるわけですね。まあ、こんなふうに使えるということなんですね。同時に表示するメリットはこういうことができるということです。